皆さんこんにちは。はい、島村楽器名古屋パルコ店でレギターなどしている花と申します。はい、ローランドプラネットスタッフのドクター T です。よろしくお願いします。お願いします。はい、この新製品の GX100 の魅力をですね聞いてみてください。それではね、はい、どうぞどうぞ。はい、ではですね、早速なんですけども、この新製品の GX100 の魅力をですね、栃木さんに、解説をしていただきたいと思います。はい、どういうまず商品なんですかね。あ、そうですね。はい、ズバリね、マルチエフェクターっていうところなんですけど、プラグシップの GT1000 にですね、搭載されてます、はい、エアードプリアンプですね。おー。はい、これがもう23種類ありますので、エアード、はい、この価格帯、ね、この価格帯でフラッグシップの、はい、ちゃんとアンプとキャビネットのね、ちゃんとこだわりの、はい、プリアンプをですね、はい、で、もちろんですねボスのエフェクト150種類でございますので、大体皆さんがお好きなボスクオリティのエフェクトはバッチリ聴いていただけます。まあ、150あれば大体ね音作りのバッチリできないことはないんじゃないかなってね、私もちょっと思いますね。はい、はい、でですね、もうご存知、タッチ操作に対応したカラーディスプレイとノブということでございますので、もうようやくですね、ようやくもカラーディスプレイ、タッチ、ね、カラーディスプレイと、もうようやっとみんながね待ち望んでたやつ、はい、でパッチ感をまたぐリバーブとディレイのキャリーオーバーに対応、おお、ね、やっぱギターソロの時にやっぱ空間系をこうかました時に、はい、ちょっとパッチでなんか戻る時とかにこう消えちゃったりするとなんか味気なくなっちゃったりとか、なんかちょっとはぁってなる瞬間がなくなったのがやっぱすごいですね。はい、その辺はプレイヤーさんの気持ちをね、はい、大事にしているというところでございます。はい、フットスイッチを有効活用できるカレントナンバー機能ですね。これはボス製品とか結構愛用者も多いので、はい、そのスイッチを踏み込むことで、さらにちょっと、ディレイを追加したりとかね、原因をちょっと上げたりとか、そういうフットワークの軽い機能になりますね。はい、はい、で、専用エディッターボストーンスタジオに対応、これはおなじみですよね。皆さんすごい好評いただいてますので、じっくりパソコンの画面エディターで音作りですね、そうですね、楽しんでいただけます。はい、はい、であとはここは面白いところですね、 BT デュアル、別売りですけども BT デュアルを装着して、スマートフォンと連携ができるようになってますので、この辺で
まあ、スマホスタイルでですね、はい、本格サウンドを楽しんでいただくっていうのもできます、うん、まあ、はい、でもとにかくこの価格帯ではですね、非常にまあ、とにかく音が良いです。サンプリングレートが 48kHz ということでですね、ADA 変換か24ビットにもなってますし、内部演算32ビットフロートですね、にもなってますので、まあ安心して、はい、もうプレイに集中していただいて、ご満足していただけるクオリティだと思います。はい、皆さん、音の方はどうでしょうか。かなりこうね、進化していて、割とね、使える音がすごく多いんじゃないかな、すごい、エッジエフェクターってやっぱすごいなっていう感じもちょっと思ってもあったと思うんですけど、ただやっぱギタリストとしてはですね、やっぱお気に入りの音をこう作りたいっていうものがやっぱすごくあると思うんですよ。なので、今回はこれを使って、じゃあオリジナルでどうやってね、音を作っていこうかっていうところをちょっと今やっていきます。というわけで、最初電源をつけると、まずこの画面になってます。はい。でページをめくっていくとですね、このエフェクトが何か並んでるかっていう画面に行きます。で、この一番上のエフェクトというボタンを押していきます。まず何やらいっぱい入ってますので、まず全部消していきましょう。はい。で、このボタンを押した後にですね、ここ、3本のアンダー線を押してもらうと、デリートっていうのがここに出てきます。で、これを押してもらうと、まず全部こう消えていきます。もう連打でいいです。よいしょ。はい。今これ全部消えました。はい。でその後にですね、またこのエフェクトのさっき押した右左上のやつに戻ってもらうと、何やらこの上の方にですね、たくさんいろんなブロックがこう出てきたと思うんです。で、ここが、入れられますよってエフェクターの種類になってますので、これをね、選択して入れていきましょう。はい。まずはじゃあアンプを入れていきます。はい。押してもらって持ってくれば OK ですね。はい。で一番左に今入ったと思うんですけど、これ他にエフェクター、入れた時に後で並び替えもできますので、そこは安心してください。はい。でもう一回ですね、戻る2回押してもらうと、エフェクターの最初の画面に戻ります。でアンプを触ってもらうと、ここにですね、いろいろ出てきます。これタイプが選べまして、ゲインレベル、さらにページをめくっていくと、いじりたい場所っていうのがたくさん出てきます。はい、今回はですね、空間系のものを使用して、分かりやすくやっていきたいと思うので、このトランスペアレントっていうクリーンのものでやっていきますね。ちょっと音出します。はい、まあ何もないクリーンなんですけど、これで作っていきます。じゃあ次にですね、また戻っていただいて、ブロックを出して、コーラスを入れていきます。はい。はい、コーラス入れました。じゃあちょっと弾いてみます。はい、これでね、今ねコーラスの音が入ったと思います。で次に、ダイナミクス系ということで、コンプレッサーをねちょっと前に入れてみようと思います。はい、入れます。で今普通にこれで言うとですね、コンプが一番後ろにあると思うんですけど、これをちょっと前に持ってきてみます。コンプを押しながらアンプの前の方に移動するだけで、ここにコンプが入ります。ちょっと弾いてみます。うん、ちょっとやっぱ閉まった音になりましたよね。まあこんな感じでですね、簡単に直感的に今やっただけなんですけど、わりかしこうね、いい音が作れます。はい、さらにこう選んだだけでね、最初からこう適切なねパラメータっていうのが選ばれてますので、ちょっと音作りが苦手だよなって方でも、簡単に作れますので、ぜひね店頭でもいいですし、ご自身で手に入れて試してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ねえ、やっぱすごいですね、この GX100。 やっぱいろいろ弾いてみたいですとか、まあ、直感的にできたいですとか、はい、もうね、やっぱり全然店頭にもね、まあ、並んでないものなので、私もねあんま触る機会なかったので、本当直感的にいろいろやってすぐに分かったりしたので、はい、ね、本当に家に帰ってもすぐ音数ができるなっていう風に印象を持ってます。はい、そうですね、本当に花さん今日初対面だったんですけど、 GX100 と、はい、すぐ時間かけずに結構使いこなしておられたのできっと初心者の方もご安心いただければと思います。すごく簡単です。はい、
なんで、これはですね、発売日以降、店頭にも、並ぶ予定でございますので、ぜひね、店頭でもこう触ってみていただければと思います。で、あとは、もし、わからないことであったりとか、ちょっとここ、なんか質問あるんだよねってことありましたら、店頭で、私は花もおりますし、ドクター T もおりますので、ご連絡いただければと思います。なので、ね、ぜひね、店頭になっていろいろね、本当にまずは触ってほしいというものなので ね、お店に、はい、はい、足を運びいただければと思います。はい。じゃあ、それではですね、また店頭でお待ちしております。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。